日のウィーンの森の物語に続いてヨハン・シュトラウスの10大ワルツの中から今日は春の声ですね。こちらの方がむしろ知名度は高いかもしれません。非常に華やかな旋律線で覚えやすい、記憶に残りやすいってこともありますし、そして、非常にコンパクトにまとめられているので聞きやすいですよね。この曲の成立過程にはこのシリーズで何回か名前が出ているフランツ・リストが関わっているようでありまして、シュトラウスとリストが同じパーティーに出ていた時に、リストが即興で演奏していた旋律、それをつなぎ合わせてこのワルツを作ったというようなことが言われていますけれども、本当かどうかは分かりません。この曲はもともと歌詞がついていて歌の曲でもあるんですね。もちろんオーケストラで演奏されることが圧倒的に多いですけれども、たびたびこの声楽版が取り上げられることもあります。今日はもちろんピアノソロです。Thank you.
私が小学生の時にはこの春の声は学校の音楽の、授業の鑑賞教材になっていまして、みんなでこの曲を聴いたんですけれども、皆さんどうでしたでしょうかね。もしかしたら同じ世代の人は同じような経験をされているかもしれません。で、何日間か連続でこのウィンダーワルツをね、続けて取り上げているわけなんですが、ウィンダーワルツっていうのは三拍子なんですけれども、これがまあ均等じゃなくてちょっと訛りがあるというようなことは聞いたことある方もいらっしゃるかと思います。具体的には1、2、3の2拍目がちょっと前につんのめるような形で、そこにちょっとアクセントが来るんですね。ブンチャッチャー、ブンチャッチャーというふうに、少しこうね、前倒しになるような感じになると。で、これはもちろん踊りのステップから来ているという説明があるんですけれども、実際にウィーンでウィンナーワルツを聞いてみると、そんなにこれはやっていないんですね。ほんの少しだけそのニュアンスがあるという程度のことなので、諸外国で演奏するときにはちょっとそのね、癖を強調して演奏するということはあるようです。で、これももちろん毎回できるわけではなくて、特に旋律が動いていないときなんかに、これをやるとちょっとウィンナーワルツっぽくなるということで、今日の春の声は随分これがね、たくさん使えるところがあったので、少し訛りきつめで演奏してみました。